お話丸かじり。今回はイギリスのお話です。タイトルをお願いします。第64夜のお話はジャックと豆の木。演者は山本真由美と浅井優、ストーリーテラーは私光と浅井優がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。ジャックと豆の木。昔々、ある村にジャックという少年がいました。ジャックはお母さんと二人で粗末なあばら屋に住んでいました。この親子の暮らしはとても貧しく、ただ一つの支えは雌牛の出してくれるミルクだけでした。でも、その頼みの綱の雌牛もミルクが出なくなってしまい、とうとう雌牛は町に売られることになりました。ごめんな、お前とも今日でお別れだ。ここで一休みしよう。さあ、市場に行く前に腹いっぱい食べな。町までにはまだ遠い道のりがありました。そこには平野が広がっていて、草が生い茂っていました。ジャックはそこで、雌牛を放しました。牛は喜んで、草を食べ始めました。その様子を見ていた一人の男が、ジャックに声をかけました。とてもいい牛だな。そう思うかい？ああ。あの牛、しばらく私に貸してくれないか？貸す？これからあの牛を町に売りに行くところさ。気に入ったんなら買ってくれなきゃ。いくら出す？金は持ってないんだ。話にならねえ。ああ、待ってくれ。金なんかよりももっと価値のあるものがあるんだ。男は豆を三つ取り出してジャックに見せました。なんだい？この豆粒は。その豆はな、土にまくとあっという間に天まで伸びる木になるんだ。子供だと思ってバカにするなよ。そんな話誰が信じるか。本当だよ。もし明日までに芽を出さなかったら牛を返してやる。その話が本当だとしてオイラに何の得になる。それは自分で考えるものさ。ジャックと男が話に夢中になっていると、草を食べ、腹いっぱいになった雌牛が満足そうな顔をして、ジャックに近づいてきました。さあ、どうする？私との取引をやめて、遠い町までこいつを売りに行くかい？確かに、町まではまだ遠く、牛を引っ張っていくのは一苦労です。それに、町に出たからといって、必ずしもこの雌牛が売れるとは限りません。ジャックは考えました。よし！その牛貸してやるよ！好きなだけ使いな！そう来なくっちゃ。この豆と引き換えだ。ジャックは男から三つの豆をもらうと、雌牛を男に渡しました。そして、損をしたような顔で家に帰りました。帰ると、お母さんが待ち構えた表情でジャックに言いました。売れたんだね！いくらだい？ああ、もったいぶらずに教えなよ！いくらで売れたんだい？お金、じゃないんだ。母さん、これをご覧。魔法の豆だ。はあ？ジャックは不思議な男に会ったことを話しました。あんた気は確か？あの牛をこんな豆粒三つと取り替えたの？まったく、なんてことしてくれたんだい！このまるで！いけ！
に牛は貸しただけさ。いつかきっと返してくれるんだ。ジャックは豆をお母さんに渡して言いました。騙されたんだよ。そいつが牛を返すとでも思ってんのかい。あんたに行かせた私もバカだったよ。なんだいこんなもの。寝ぼけんじゃないよ。当分私たち何も食べていけないからね。お母さんは豆を窓から外に捨ててしまいました。ジャックは豆を渡した男のことを恨みながら寝床に入りました。ああ、なんて日だ。あいつオイラを騙しやがったのか。ああ腹減った。済んだことを後悔しても仕方がありません。ジャックは何も考えず眠ることにしました。一晩明けて目を覚ましたジャックは驚きました。ゆうべお母さんが窓から放り投げた豆が芽を出し、たったの一晩で大木のように立派に成長していたのです。そのつるは天へ届くかのようでした。うわー、でかいなー。あの男の言ったことは本当だったんだ。よし、この木に登ってみよう。ジャックは早速大木のような豆のつるに登り始めました。登って登ってまた登り、とうとう雲の上までやってきました。た、高いなぁ。ここまで来ると足が震えるよ。あれ、空の果てかな。雲の上なのに道があるぞ。よし、一か八かだ。雲の上に飛び降りてやる。うわー！あれ？落ちないぞ。どうなってるんだろう。そこはまるで別の国のようでした。遥か遠く道が続き、豆のつるは不思議にもその世界に入り込む道しるべのようにどこまでも伸びていました。ジャックは豆のつるを見上げながら言いました。どこまで伸びてるんだろう。この道を歩いてみよう。ジャックは道を歩き出しました。すると一番奥にとても大きな家がありました。うわー、大きな家だなー。誰かいませんか？いい匂いがするぞ。そういえば昨日の夜から何も食べてなかったんだっけ。腹ペコなわけだ。ジャックは中に入って食べ物を探し始めました。母さんが悪いんだ。捕まってぶん殴られてもいいや。ジャックは大きなパンにチーズを見つけ、むしゃむしゃ食べ始めました。そこで何をしている。驚いたジャックが見上げると大きな女が立っていました。どうやらこの家の主のおかみさんのようです。ごめんなさい、もう二度としません。ここには大男が住んでいる。あんたみたいな子供が大好物なんだ。捕まったらパンに挟まれて食べられるから早く逃げた方がいいよ。もうすぐ帰ってくるよ。そこへ大きな足音が聞こえてきたから、さあ大変。ほら、言わんことじゃない。早くどこかに隠れな。
急いでジャックは大きなテーブルの隅に隠れました。大きなドアがギーッと開くと、そこには鬼のような顔をした大男が豚を三頭脇に抱えて立っていました。はぁ、戸が開いていると思ったらこのざまだ。食べ物が食い散らかされてるぞ。俺様の食べ物を盗む愚か者め、誰だ。食いしん坊のネズミか、それとも欲張りなタヌキか、それともとんまな人間の子供か。ジャックはブルブル震えながら隠れていました。するとおかみさんが言いました。食い散らかしたのはこの私さ。あんたが来るまで腹が減っちまったもんでね。嘘をつくな、このろくでなしめ。この部屋に隠れているな。匂いでわかるぞ。人間の子供の匂いだ。さあ出てこい。どこに隠れている。ジャックは思わずテーブルの下から飛び出しました。え、そこにいたか小僧め。丸焼きにしてパンに挟んで食ってやる。大男はジャックを捕まえて食べるつもりです。ジャックは必死で逃げました。これ持っていこう。逃げた先に金貨の入っている袋を見つけ飛び出しました。ジャックはもう無我夢中で走り出し、やっとのことで豆の鶴のところまでたどり着きました。そして天から地へと豆の鶴を伝って一気に駆け下りました。やっとの思いで地上に降りたジャックは震えが止まりません。そこへ家の中にいたお母さんがジャックに向かって言いました。ジャック、今までどこに行ってたんだい。なんとかお隣の畑を借りることができたんだ。ライ麦を植えさせてもらえることになったから、お前も手伝うんだよ。ジャックは大男から奪った袋をお母さんに渡して言いました。そんなことしなくていいよ。それがあれば当分楽な暮らしができるさ。袋の中には金貨がぎっしり入っていました。あんたこれどうしたの。まさかよそから盗んだわけじゃないだろうね。ああそうさ。でもそいつは悪いやつなんだ。オイラを食おうとした人食い男だよ。どこにいるの。ジャックは上を指さして言いました。天だよ。お母さんはジャックの言うことを信じることができませんでした。でも自分の周りにこんなにたくさんの金貨を持っている金持ちは見当たりません。お母さんはジャックから金貨を受け取ることにしました。金貨のおかげで新しい雌牛を買うこともできたし、借りた畑も買うことができて当分の間暮らせましたが、やはり金貨はなくなるもの。とうとう何にもなくなり、ジャックはまた豆の鶴に登りたくなりました。またこの木に登るのかい。持ってきてくれた金貨で十分潤ったから、新しい雌牛も買えたし、小さいけど畑だって手に入れた。もう十分だ。これからは危ないことはやめて働いておくれよ。やなこった。朝早く起きて畑を耕すなんてことオイラにはできないよ。雲の上には宝物がまだたくさんあるんだ。母さん、下で待っててくれよ。ジャックはまた大木のような豆の鶴に登り始めました。登って登ってまた登り、てっぺんまでやってきました。そして雲の上の道を歩き出し、一番奥にある大きな家に来ました。あった、ここだ。なんかたどり着いたら腹が減ってきちゃったよ。よし、またこっそり忍び込んで。ジャックは家の中に入るとパンやチーズを探しました。すると
ドシンドシンと大きな音が響いてきました。まずい、あいつが帰ってきた。ジャックは急いでかまどの隅に隠れました。帰ってきた大男は牛の肉を炙って平らげました。そしてテーブルにあった大きなワインの瓶を一気に飲み干しました。上機嫌になった大男は顔をあからめながら一羽の面取りを持ってきて言いました。さあ金の卵を産め。すると面取りは金の卵を産みました。ジャックは驚いて言いました。すごい、今度はあいつを盗んでやる。大男が酔っ払って高いびきをかき始めたので、ジャックはかまどから一気にテーブルに登り、金の卵をポケットに入れて、面取りをそっと抱き上げ、そっと戸を開けると一目散に走り出しました。そして豆のつるまでたどり着き、一気に滑り落ちました。家に帰るとお母さんを呼びました。母さん、この面取りすごいんだぜ。産めって声をかけると金の卵を産むんだよ。また人様のものを盗んできたのかい。何度言ったらわかるんだ。嬉しくないの？この金の卵で僕らは大金持ちさ。危ないことをしてもしものことがあったらどうするの。お願いだからちゃんと働いて稼いでおくれ。ジャックは金の卵を産む面取りに言いました。産め。あれ、金の卵を産んでくれよ。しかし面取りはさっき産んだきり、もう二度と卵を産みませんでした。卵を産まなくなっちゃったぞ。これ一個だけ？しょうがない、行くか。ジャックはまた豆のつるに登りました。やめなさいったら、ジャック！ジャックはお母さんの注意を聞かずに再びぐんぐん登り出しました。あいつの家に行けばまた金貨や不思議なものがあるに違いない。また何か盗んでやるぞ。そしてまた天まで登り、大男の家にたどり着きました。ジャックはそっと中に入り、テーブルの上に上がろうとした途端、大男の持っていた網に捕まりました。バカめ、まんまと捕まったか。お前だな、金貨や面取りを盗んだのは。しまった。ジャックは捕らえられた網の中で言いました。助けて、もう二度としませんから。金貨と面取りはどこだ。面取りはいるから返す。金貨は使っちまった。許さん。お前は今から俺様の夕食になるのだ。鍋がいいかな、それとも蒸し焼きもうまそうだ。いいか、そこでおとなしく待ってろ。大男は金のハープを持ってくると、ハープに向かって言いました。さあ夕食の前に歌っておくれ。今日は人間の子供の料理だ。ジャックは大男が食事の支度をしに離れると、必死で持っていたナイフで網を破りました。助かった、これがなかったら食われてた。あのハープ、金のハープだ。逃げるついでに持ってっか。ジャックがハープを抱きかかえると、ハープは叫びました。大変だ、盗まれる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 。ジャックは驚きました。その声を聞きつけ、急いで大男が戻ってきました。
くっ、小僧め。もう許さん。ぐわぁ。大男は怒って正体を現しました。頭に角が生え、目は一つ目、口が耳まで裂けた青鬼になり、逃げるジャックの後から追いかけてきました。ジャックはもう無我夢中で逃げました。そして豆の鶴までたどり着きました。やっと着いた。あとは降りるだけだ。ジャックはハープを抱え、スルスルと素早く降りました。ところが青い人供養には豆の鶴を降りて追いかけてきたのです。うわ、嘘だろ。ジャックはツタをうまく使い、素早く降りていきました。しかし人食い鬼は大きくてうまく降りられません。死ねた、下手くそめ、ここまで降りね。降りたら今度こそ捕まえて食ってやるからな。ようやくジャックは家の屋根の高さまで来ました。そして鶴から飛び降りると家に向かって叫びました。ガサガサ、なんだよ、大声出して。ロボ、ロボ持ってきて、早く。何するの、そんなもの。いいから、早く。分かったよ。どこにあったかね。お願い、早く持ってきて。ジャックはベソをかきながら叫びました。そしてお母さんから斧を受け取り、夢中で斧を打ち込みました。鶴が大きく揺れました。うわー、何をする。ジャックは必死で豆の鶴を切り続けました。そして最後の一打ち、大きな豆の木は倒れていき、その木に捕まっていた人食い鬼は真っ逆さまに落ちてどこかに消えてしまいました。ジャックは倒れた大木のような豆の鶴を見つめていました。そして安心したのか、力が抜けておいおいと大声を出して泣きました。数日後、朝から畑に出たジャックは言いました。もう木には登らねえ。これからは一生懸命働くんだ。すると不思議な豆をくれた男が目牛を引いてジャックのところに来ました。やあ、この前はありがとう。借りていた目牛を返しに来たよ。豆の木のこと本当だったんだな。母さんがあんたのこと疑っててもう来ないだろうって言ってたから驚いたよ。とんでもない、私は詐欺師じゃないよ。木はどうしたね。切り倒しちまった。あの木はオイラの夢だったんだ。それにしては随分と必死だったようだが。見てたの？さあな。でも夢に近づくってのは必死になって何かをすることかもしれないな。でもあんたはダメ。必死になって盗みをしたんだから、天に代わってお仕置きだよ。うわー、ごめんなさい。待ちなさい、ジャック。ジャックはそれから真面目に働いて立派な金持ちになり、お母さんを助け、国のお姫様と結婚し、幸せに暮らしたそう。おしまい。
ということで、はい、第64夜ジャックと豆の木をお届けしました。はい、いかがでしたでしょう。この作品は人形劇で初めてテレビで見て、はい、ああ知りました。もしかしたら僕も初めてはそれだったかもしれない、うん、でその大男の怖いこと怖いこと、はいはいはい、あれ急変するんだよね、はいはいはい、でっかい人形が鬼に一つ目の鬼にバーって変わるところ、それがすごく印象的でしたね。なるほど、そんなテーマですが、盗むということは悪いこととは限らないっていう、そんなテーマ出していいのかっていう、そういうテーマにしちゃいました。それと怖いもの知らずはいずれすごいことを成し遂げるんじゃないか、まあ僕もね考えさせられましたね。はいはいはい、いやっていうか最初から悪いことしてんじゃんっていう、まあ、まあ、でそれで最後までいっちゃうわけだから、しまいにはねお姫様と結婚したりするんだよねジャックって。ああ、原作ではそうでした。なるほど、そんな原作でございますが、はい、ジョセフ・ジェイコブズというね学者さんなんですね。それが、まあ、グリムとかと一緒で、はいはい、編集というか編纂したイングランド民話集っていうのがあるんですけど、はいはいはい、その中に3匹の子豚とか有名な作品と一緒にこのジャックと豆の木も入っていくという。なるほど、原作だとお父さん殺されてるっていう。そう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 、大男に殺されちゃってるんだよね、はいはいはい、じゃあもうしょうがないです、賠償金みたいなものです、うん、復讐とかそういうこと。はいはいはい、テルテルって感じです。なるほどね、はい、まあその他にベンジャミン・タバート版とかっていうのもあるという、赤ずきんがペロー版とグリム兄弟版があるとかそういうのと一緒ですよね。そんなジャックと豆の木ですが、はいはい、やっぱり海賊とかルパン三世とか思い出しちゃいましたね。ああなるほど、うん、盗まれる方がなんか悪い感じになっちゃってますけどね。お互い様みたいな時代だったんですか。そう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 、まあ当時ね人は盗み合って生きていたんでしょうね。いやだやだ、のようにね、もう真摯に生きなければいけないんですよね。なるほど、ということで第64夜イギリスのお話ジャックと豆の木をお届けしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を、良い夢を。お相手は光と浅井優でした。それでは皆さんおやすみなさい。次回第65夜のお話丸かじりは日本の昔話聞き耳ずきんをお届けします。あれが欲しいのかい。どれ、わしがいくつか取ってやろう。昨日は娘が大変お世話になりました。お礼にこの赤いずきんをお渡しします。隣村のお米の方が美味しいみたい。あの小鳥の話し声なのか。これは大変面白い。今年も春になりましたね。こっちへおいでよ、木の実がなってるよ。やはり僕の歌声が一番だな。ありがたい、こうして話を聞いたのは久しぶりじゃ。わしはな、木の悲しそうな声を聞いたんじゃ。次回もお楽しみに。今回のお話皆さんいかがでしたか。あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。